律子がどうしたって？とにかく早く。めぐるくん、行くわよ。いつこ、開けて。いつこ。ひとみ、一体どうしたの？呼んでも返事がないのよ。誰か鍵を持ってきて。橘さん、任せといて、取ってくるわ。いつこ、開けて。これはどういう。石井先輩が犯人だったの。え？いつこが？そんなバカな。さっき石井先輩本人からメールが届いた。そんな嘘よ。嘘に決まってる。こんなの。いつこ、開けて。返事して、いつこ。メールに気づいた私と浅間先輩は急いでここに駆けつけた。岸本先輩は食堂にいたから気づかなかったんでしょうけど、でも同じメールが届いてると思います。そんな、私が食事に行ってる間に。持ってきたわよ、鍵。貸して。開いたわ。いつこ！なんかじゃないわ。どういうこと？昨日会った時、石井さん勉強してたじゃない。明日テストだからって言いながら。その日に自殺するつもりの人がそんなことしてるなんて、全然辻褄が合わないわ。でも追い詰められたのかもしれない。合宿で起きた石井さんの事件を知ってしまったし、何より死神は昨夜僕を襲って失敗してる。それにあの状況じゃ自殺は疑いようがない。分かってるけど、でも何か引っかかるのよ。どうして？私の勘よ。どこにかけたの？直人さん。え？何でも聞いてください。犯罪のトリックのことなんですけど。あれ、美也子さん、声が変ですよ。どうかしました？何でもありません。友達も一緒にいるんでハンドフリーにしたんです。美也子さんのお友達ならきっと素敵な方なんでしょうね。はじめまして、今のところは美也子さんの義理の兄弟にあたる萩原直人と言います。はじめまして、桃井めぐるです。そうですよ。貴様誰だ？なんで？いや、そんなことはどうでもいい。美也子さん、今すぐそっちに。私は自殺じゃないって思うんです。なるほど。首を吊ったことに関しては地蔵背負いという方法があります。地蔵背負い？殺死体と首吊り死体では、たとえ道具に同じロープを用いたとしても、死体につく傷の跡が異なるんです。それでバレてしまわないように、首吊り死体と同じ痕跡が残るように相手を考察する方法があるんです。それを地蔵背負いというんです。まず相手が背中を見せた隙に背後からロープをかけます。そうしたらすかさず相手と背中合わせになり、自分の肩にロープを引っ掛けます。それでその後ロープを引っ張り、相手を宙に背負い上げるんです。そうやると首を吊ったのと同じ傷ができるわけです。つまり首吊り自殺と同様の痕跡を残しつつ、相手を殺害することができるんですよ。られていて、いわゆる密室の状態だったんです。それについては現場を見たわけじゃないので、それについては何とも。もう一つ遺書の問題があります。水泳部の3人も証言してましたが、遺書は紛れもなく石井さんの筆跡で書かれていたそうです。それについてもあいにく今のところは何とも言えないな。ただ物理的に解けない謎があって、しかも捜査での見落としがないとするならば、そこにはおそらく心理トリックが絡んでいます。つまり実際はしていないことをしたと犯人に思い込まされているんです。なんでしたらこれから宮子さんのもとへ馳せ参じて。やめてください、それは無理です。いえ、無理じゃありません。人の思いは100万の敵に勝ります。助かりました、ナオトさん。それじゃ待ってください、私にはまだ話が。美和子さん、初めて会った日からずっと愛し。と電波が弱いのよね。これではっきりしたわ。石井さんは自殺したんじゃない。早速捜査開始よ。トリックを暴いて真犯人を見つけ出さなきゃ。でも橘さん、ほらめぐるくんもタッチ。橘さん、何？石井さんは右利きだったのかな。はあ？もし利き腕に怪我をしてたら、あの遺書は書けなかったかもしれない。石井さんの遺品を調べよう。